北ちゃんギター弾けなかったの？はい。だから合わせの練習かたくなに避けてたんだね。北さん気まずそう。何か気の利いたことを言えれば。突然音信不通になったから心配してた。りょうさんさすが。死んだかと思って最近は毎日お線香をあげてた。ナム。